鳥居宗形神社は、京都府京都市上京区の京都御苑内にある神社。国志見在社で、旧社格は、腐社。宗形三女神と鎮座地を意にするが、銅神であると記されたり、銅神別社であると記されている。廃止神の天岩都会神も、国志見在社を合祀したもので、加山の陰焼には合祀前の状況を、天石度海神。 大石なり、礼ありと伝えており、また、丘の御玉の人は、藤原時平によって合祀されたと伝える。現在、御苑内の西南にあたる位置に鎮座するため、片除けの信仰を集めている。社殿によれば、延暦十四年、藤原富裕次が、官務天皇の勅命をこむり、皇居鎮護の神として、筑前胸型神を誕生し、自邸である。 東京大の西南隅に祀ったものと伝えるが、東神社の鎮座由来を記す最古のものとしては、源の諸房による、動器が挙げられる。東京大は、冬継ぎの没後、東の加山の院と西の小一条大に分けられたが、道書には、当時の小一条大大主子生の語った以下の話を、載せている。また、帝内の東北隅には、天、一首海神も祀られていたようであるが、 その由緒は不明である。東京大は、歌唱三年に、聖和天皇が誕生した場所で、その縁から、同天皇の産神三度神と崇められたようで、宗方三神には即位の翌年である、上元元年に、聖二位が授けられており、同七年には同じく帝内社であった、天、石戸海神にも、十三味が授けられ、 同年4月17日には特に立てう、蔵を奉納するほどであったが、演技式新名帳には搭載されずに終わった。その後、藤原時平の代に、うかの玉の人を合祀し、さらに、天正元年に、藤原諸真から、小江田が加山の院を伝領して、加山の院家を開くと、天、石戸海神をも合祀して、同家の守護神とするようになり、賢治元年になって、 初めて感謝に列したという。応仁の大乱の兵祭にかっかり消防したが、その後再建され、周辺一帯の区下町化の過程で、火山の隠家が転託した後も、鎮座地を変えず、明治天皇の東京テントによって、御園内鎮座となり、明治8年に腐舎に列した。第二次大戦後は、神社本庁に属している。宗方神社三座は、 上元元年2月30日には、12位、君八頭富見同日生2位へ上り、同6年10月11日にさらに1回進んで11位が、授けられ、賢治元年には4度官兵に預かることが定められた。なお、大鏡や、帝王返年期には、冬継ぎの子である吉封は常に胸型神と会話を、していたが、吉封より位が低いことを恐縮する胸型神の、 ために、死にをあげるように取り計らった、との説話を伝えている。天印指導海神は上岸7年3月21日に、部位から十三位に上った。火山の院家が火山の院を伝領して以来明治に至るまで、同家の者が別当として奉仕してきた。本殿は一見者流れ作り日和田武器。江戸時代の安政年間に再建されたもの。ありがとうございます。